回し読みラジオ普段身近なところで活躍しているあの人はどんなことを考えているのでしょうかこの番組はそんな気になるあの人の考え方やものの見方をほんの少しだけ回し読み毎回 MC とゲストが200年後の未来に向けて語りかける令和の時代の音声記録です はい皆さんこんばんはやんやんです今夜もねマーショミラジオの時間がやってまいりましたさて今回のゲストはですねお絵かきムービークリエイターをされているマキハートさんという方を連れてきましたマキハートさん今日はよろしくお願いいたします今日はよろしくお願いしますお絵かきムービークリエイターのマキハートですと皆さんこんばんは えっと、私はマキハートという名前で活動しています。本名は太田真希です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね。私、まきさんにいろんなことを聞きたいなと思ってて。今日 <laughs> はい。ありがとうございます。<laughs> まず、はい、あの多分皆さんも一番気になってるのはこのお絵かきムービークリエイターという肩書きなんですけど、このお絵かきムービーって何ですか？ お絵かきムービーっていうのはすで、えーはい、にもしかしたら見たことあるっていう方もいらっしゃるかと思,い思うんですけれど、えー、今まで歩まれてきた人生ストーリーを線が現れては消えていくっていうイラストのムービーに制作したものになります。作りたいっていうふうに依頼してくださった方を主人公にして、はい、10分のアニメーションムービーにお作りするっていう。 おんか聞いた感じなんか一昔、はい、前の,あのよくほら経営者の方とかが成功、はい、自助伝とか出すじゃないですか。はい、あれをなんか漫画にしたような感じのものだと思ったんですけどもはいそうですね、はい、そういうふうにあの自助伝としてお絵かきムービーを作っていただくこともできますし。 あの意外と、えーとですね、意外とというかお絵描きムービーっていうのの特徴なんですけれどそういった方々のお仕事とか、はい、コンテンツや商品の魅力を最大限に分かりやすく最短で伝えられるっていうもので、はい、イラストなんで、えー、と親しみを持ってもらえるとか<っ>好感度を良くすることができるっていうことが挙げられます。なるほど マーシャルのような形でも作っていただけるはいあ、はい、そうですね10分の,あの人生のムービーの他にも、うん、ショートムービーでこんな感じで作ってもらいたいっていうそういうものがあ,ある方とか CM みたいな形で作ったりとかもできますなるほど何、はい、とてもね面白そうなものだなっていうふうに思ったんですけども、はい、ありがとうございます いえいえこれね、はい、今あの真木さん東京からということでお伺いしてるんですけれどもはいえあの都会でっていうよりは <laughs> 全国的に作る方が、はい、あの私以外にもお絵描きムービークリエイターっていう方がいお絵描きムービークリエイターがいてで、はい、日本全国でい 持ち始めている方がどんどん増えているっていうことになります。ええ<ー>、全国にいらっしゃるんですよ。お絵かきムービークリエイターが。あ、すごいですね、はい。はい。ちなみになんかもう多分職業として、じゃあ、はい、学校の先生とか。はい、あのー、看護師さんみたいな感じで、はい、お絵かきムービークリエイターって肩書きの方がおられるってことですね。はい、そうなんです。全国に。<ー>北海道から沖縄まで。 <laughs> いろんなところにいますね。全国の方のお絵かきムービーを作っていってるっていう形で、どんどん持つ方が増えているところですね。なんか新しい職業ですね、はい。あ、ありがとうございます。新しいかもし <laughs> 新しいですね。そうですね。あの、2013年にホワイトボードにサムペッパーっていう方が、はい。 ホワイトボードムービーを書いてそこから始まって、はい、であの白信明さんっていう人が、うん、あのそこにストーリーブランディングっていうものをプラスして、ええ、であの今のお絵描きムービーっていうものになっていますなるほど2013年って言ったら今からだいたい8年ぐらい前ですか 某人間みたいな形で、ええ、家族とかをこう書いていって、はい、自分はこんなことがあったんだよみたいなムービーがあるんですけれどホ、ええ、ワイトボードに書いたものをこう動画で撮影したものですねそこが始まりですね原点ですねなるほど、はい、でもそうするとやっぱりお絵描きムービークリエイターになるには、はい お絵かきができないと、なれないじゃないですか。あいやあの、そうですね、お絵かき好きな方だったらなれます、えーと。授業中とかにこう、<あ>ノートに、片隅にこうやって書いていたりとか。そうですね、そういうなんかノートをこうメモする先生の話聞いて、メモするときに書くのが、まとめるのが好きだった方とか。はい いいいろんなな方になっててただいてますね僕は用途、はいはい、どころかあの数学のテスト数学分からなさすぎてつまんなかったので、はい、答案じゃなくてあの絵描いて提出したら先生にすごい怒られたっていう。じゃあそういう、はいまあ、絵が好きな人であればあの気軽に誰でもなれるっていうのが、はい、このお絵描きムービークリエイターなんですね。 気軽にっていう感じではないかもしれないんですけれど <laughs> <laughs> あのでも絵を描くことが好きでものづくりが好きでうん、うん、人の話を聞くのとかも好きっていう人だったらすすごいい最適だと思いますねやっぱりあのその作りたいっていう方の人生を聞いて丁寧にヘアヒアリングしてそれでそれを形にしていくので。はい 人の話を聞くっていうのもいいですね。そういうのを好きっていう方も。はい。なるほど。ってことは、マキさんはやっぱりあれですか絵描、はい、くのが昔から好きだったっていうそうですね。はい、はいあの。小さい頃からやっぱり絵描くのが好きで、ええ、小学校の時にあの地球の歴史とかをこう、はい、どんなふうに できてていいっったのかっていうのかう色鉛筆とかですけど書いてたりとかであとはその後は女子美っていう学校に行って、はい、で大学では環境計画デザインっていうのを専攻して、えー、それで進んでその後デザインのお仕事をしてっていうことをしてきたんで、えー、そうですねそれであとはあの仕事の合間にうん、うん、あの ライブペイントとか個展とかグループ展とかそういったことも絵描いてやったりとかしてました。なるほど。じゃあもう、はいはい、ガチガチイラスト勢じゃないですか。<laughs> 私でもそ,んあれそうですね。ありがとうございます。そうですねイラストとか絵とか描くのが好きですね。ねはい。なるほど。またね、まあデザインとか、はい、まあそういう。はい た仕事をされていて。はい。どうしてまたこのお絵かきムービークリエイターを目指そうと思われたんですか。そうですね。あの。私が、えー、<え>働いていて、15年くらい。デザインの仕事をやっていたんですけれど。えー。体調を崩して。はい。あの。その。時に、まあ、手術とかするんですけれど、この先どうしようかなっていうふうに思った時に。 この絵描きムービーを見たんですね。でそれが手書きのイラストだったんですけれど、まあ、手書きであるっていうことに温かみがあるなっていうふうに感じていいなって思ってでそれを調べていくとストーリーブランディングから成り立っているもので、まあ、イラストっていうのは絵とかはあの文字が生まれるよりも以前のもので歴史があるので。 うん、自分の,その大学の時に4年間学んで最後の卒業制作で何をやってもいいっていう風になった時に自分の一番好きなことをやろうっていう風に私は思ってあのレストランに置く壁画を描いたんですね、はい、でそういったこととかをやっぱり手で書いていったことをいろいろ思い出したりとかしてそういった部分につながりが。 あるなっていうふうに思ってこれがやりたいってなって方向転換をしましたそれまではもう本当に会社に所属してデザイナーの仕事をしてきたんですけれど、うんはい、思い切ってフリーランスになってこの仕事をやってみようっていうふうにな,なりましたねなるほど、はい、まあどうしてもね、はい、会社に所属してデザインっていうことになると発注、はい の通りにやらないといけないっていうね,うねいう場合だと思うんですけど、うん、だから皆さんあのデザイナーってすごい自由にデザインとかしてるように思うじゃないですか、はい、実はそうじゃなくて、はい、あの結構決められた制約の中でね、はい、やらないといけないっていうのがあるんですよね、はい、そうですねあの一番いい形っていうのを考えて作りますねはい。 そしてその世界から思い切ってフリーランスの道に入られたということでうん実際あれですかあのお絵描きムービークリエイターとしてあの独立してからはやっぱりデザインの世界よりも楽だったりしますかね楽ってことはないです自由にそのある程度自分で裁量が効く分デザインの世界よりはちょっと自分のねあれが通るからやりやすいかなとかってありますか、ね はい、あの、えっと、全くあの違った面白さっていうものがあるんですけれど、ええはい、やっぱりあの私も40歳になってその体を壊してっていうことで、はい、経験がいろいろ生きてきていろんなことを感じてっていうこともあるのでうん、うん、そういったことで,あので、えー、とお絵描きムービーってあの心理学的にもいろいろな。 つながりがあるもので。はい、で、そういった人の話を聞いて。形にするっていうものは。うん、また、あの。デザインと違う面白さ。っていうのが。あって、やりがいになっていますね。なるほど。はい。なんかね、お話聞いてると。割と、はい。 歴史家とか郷土史家の歴史を叙述する仕事にすごい似てるなっていうふうに思ってまして、はいはい、あすごいですねはい <laughs> それはすごいですねだから、はい、人のね一生っていうか人の人生の話を聞いてそれをイラストという手段で表すわけじゃないですか、うん、そうなんですよね文字で書いたら完全にこれ、はい、歴史家の仕事になりますのでうん 古事記の編纂者や日本書紀の編纂者に匹敵するような大事業をマキクスンされているなというふうに私は感じました、うん、すごいですね、あのそうですね、あの人の人生をこう形にするっていう結構大きな <laughs> 役割を担っているのかなというふうにはあるので、そ,でその点、うんはい、頑張っていいいきます、はい、ありがとうございます。 さてまだまだお話、ね、あの伺いたいところはたくさんあるんですけれども、はいはい、特になんかねお絵描きムービーされていてもっとマキさんもっとこ,の、はい、これだけはいろんな人に知ってもらいたいんだなってことがあれば、はい、教えていただきたいんですけれどもそうですねあのお絵かきムービービ っていうのをもう少し詳しくお話しすると、えー、幼少期どんな風に過ごされて、どんなご家庭で、どんな風に育ってきたのかとか、社会人になっていろいろな出来事が起こるのでそれについて書いていきます。で、今のお仕事に繋がるようなきっかけとか動機だったり才能だったり、そういったことをヒアリングしてシナリオを作って。 あの音声を録音していただいてでイラストをこちらで絵コンテという形で書いていくんですねそれを見ていただいてその方がその方が見てきたものなのでその方しか知らない風景とかそういった思いとかそういったことがあるのでそういったことも含めて BGM を当てて最終的に動画編集をしてっていう形で作っています。なので結構しっかり あの時間をかけて丁寧に作っていくっていうことをしています。なるほど。はい。だいたい一つの作品を作るのにどれぐらいお時間かかるものなんですか、はい？そうですね。あのシナリオの部分っていうのがすごい重要になってくるので、はい、そこにもしっかり時間がかかってきますし、はい、うんうんえっと、イラストを描き起こすときは幼少期の ご家族の写真などをお借りして書いたりとか足りない部分は調べたりとかして書いていくので一本作るのに2ヶ月とか3ヶ月とか見ていただいて作っていきます、はい、お結構かかるもんなんですねはいそうですね結構かかりますねなるほどはい、はい わかりましたで。いっぺんに作れるものではないので、限定された方の丁寧に作っていくっていうことです。うん、やっていますなるほど、なるほど。はい。はい。はい、かりました、はいえー。じゃあ、そんな、ね、感じで今、マキさんは、ね、活動されてるかと思うんですけれども、はいはい、今後ですね、この。はい お絵描きムービークリエイターとしてどんなふうに活動を展開させたいとお考えでしょうかね。地球の環境をよくしようっていうふうに一生懸命お仕事されている方の力になれれば嬉しいですね。おお<ー>、はい、なるほど。じゃあ,、はい、あやっぱりそういうね、今ほら、はい、いろいろ環境問題、SDGs とかあるじゃないですか。あそうですね、はい ところとコラボをして、はい、あのやっていきたいっていう感じでしょうかね。はい、はい、そうですね。そういう高との方のお力にもなれると嬉しいですし、うんうん、あとはあのえっ、ー、とですね、私のマキハートっていう名前で活動しているんですけれど、はい、ハートっていうのが英語で、はい、H E A R T って書いて、はい、その一番最初の H を取って、はい EART にに最後 H ってつけるると地球になるんですねーでハートとそうなんですよハートと地球と一緒に描いて、はい、絵を描いたんですけれど、はい、ハースっていうふうになってで造語なんですけれど、はい、そのハースくんっていうキャラクターを作って心とか地球とかのことにつながりあるお仕事をされている方にも今の仕事を 活用していけたらいいなっていうふうに思います。なので心のことをテーマにさ,されているセラピストの方とかの力とか、ええあとそうですね自分が大切にされている思いっていうのを形に私が絵を描くことであのお,お力になれたらなっていうふうに応援していきたいっていうふうな思いがあります。なるほど確かに確かに今今言われて気がついたんですけども。 ハートの H を一番後ろに持ってくると。地球になりますね。はい。そうですね。すごい発音がいい。素晴らしいですね。発音が。今ね、マキさんに言われて。ああ、本当だなって思ったのと、それからハースくんでしたっけ。キャラクター。はい。はい。そうですね。多分ね、あの写真の方にも出てるかと思いますけれども。本当になかハートと地球が一緒になった。 はい、とってもなんか親しみやすいキャラクターですよね。はい、ありがとうございます。なんかあの子供達もそういう、えー、なんか、環境とかにも興味を持ってもらったりとか、うんうん、あのそういういたくさんの人たちにあのいいなって思って見てもらえたりとか注目してもらえたりすれば、あの、うん、そういう活動をしている方が。 伝えたいこととかも分かりやすく伝わったりとかたくさんの人に、うん、あの見てもらうきっかけになるっていう部分で力になれたりっていうふうに思うので、うん、なんか親しみを持ってもらえるとすごい嬉しいですね、うん、私も。なるほどす敵ですね、はいうん。なるほど。あの、うん、実ははですね牧、うん、さんは、はいはい おまあえっと、だいぶ前にですね、マーショミラジオに出演していただいたりゅうちゃんのご紹介でお知り合いになったんですよ。で、そうなんですさらにね、りゅうちゃん、最近、うちの方でもあのいろいろね、体と心の健康に関わる動画を出してしいただいているんですけれども、なんかりゅうちゃんとの共通点もあるというふうにお聞きしたんですけれども。はいあ、はい そうなんです。あのリュウちゃんのオルゴール療法師のムービーをご縁があって作らせていただいて、妹、えー、さんのことも紹介していただいて、今日は本当にありがとうございます。いえいえで共通点いえいえあはいありがとうございます、えー。お絵かきムービーで共通点があったっていうところなんですけれど、はい、中あのリュウちゃんは無意識の部分かもしれないんですけれど、猫、えーえーね、ちゃん。 白猫猫のちちちゃゃゃゃんんんんっってていいう可愛らららしてらっししと暮るんですねがなのでそれで私の一番最初のマイムービーの方にも自分が弟が連れてきた子猫を飼うっていうシーンがあって、はい、そこで私も飼っていたっていうことを書いてる部分とあと芸術の部分ですねあの中山さん優ちゃんご夫婦は、はい、音楽のオルゴールと人生が深く関わっていて。 ディスクオールゴールっていうスイスオールゴールとか聞かせていただいたんですけれど、はい、お話でお伺いしていた通りすごい奥が深いもので, <laughs> で私はあの美術ってアートと部分と関わってきたっていう点がありますであとはりゅうちゃんのご家族とあの奥様の膝の痛みがあったりっていうことがあったんですけれど私の弟、はい 夫にもあのハンデがあったりっていうこともあったのでもしかしたら共通でそういうつながりがあったのかなっていうふうに思いましたで、そういうエピソードとして10分の中に入れていくとそういうことに共感してくださった方が連絡を取ってくださったりとか親近感を持ってくださったり共感してくださったりということがあるので そういうのがすごい不思議ですね。不思議なことが起こりますね。<laughs> 作ると。<ー>はい。なるほど。まあ、作り手として、はい、そういったね、経験もするっていうことですよね。はい、はい。そうですね。はい。オラクルカードを使った占い師をしています。友果と言います。気になることへのアドバイスが欲しい人。どっちにしたらいいのか、選択に迷っている人。これからどう進めばいいのか、わからない人など。 あなたのお悩みを紐解き解決するお手伝いをいたします対面での鑑定ご希望の方は大阪市内のカフェでまた遠方の方は Zoom でも対応できますお申し込みお問い合わせは下の概要欄にあります私のブログの中にお申し込みフォームがありますのでそちらからどうぞよろしくお願いいたしますお申し込みお待ちしておりますともかでした あのね先ほどから、ねはい、お絵かきムービーについてその魅力についてもお話ししていただいてるんですが、はい、これ例えばあのまきさんに作ってもらおうと思った場合ってはい、はい、のようにあのオーダーをさせていただければいいんでしょうかえっとですねあの直接、はいね、メッセージをいただいて、えーえー、お問い合わせいただけると。あの 作るお作りすするることができるんできんけれど、はい、あの無料のウェブセミナー動画っていうお絵かきムービーの魅力をとか作り方もですねそちらの方で見ていただける動画をプレゼントしていますので、はい、あのお問い合わせの欄に表記していただく、えっと、フォームに「無料のウェブセミナー動画希望」っていうふうに書いていただくと、はい、そちらの方で私の方から メールをいただいたたただらお送りりすするようにさせていただきます、はい、りまわかしたでも,もう、はい、マキハートさんにねあの、はい、オーダーとかあと無料のセミナーの動画をあの送ってもらえるようなあの連絡先をですね概要欄の方に貼らせていただきますのであの皆さんねあのそちらからオーダーをかけていただけるとマキさんも 喜ぶんじゃないかなと思いますのありがとうございます。一本当にね、はい、あのいくつか作品をね見させていただいたんですけれども優し、はいあのタッチのイラストでね可愛い,いですよね。<laughs> ありがとうございます。だから、はい、例えば僕が作ってもらったら僕こんな可愛くなるのかなっていうふうにすごい可愛い,いなんですけれどもね <laughs>、はいあの。これあれですよねなんか。はい しょ自助伝的に使ったりとかあとあの、はい、商品のそういう紹介以外にも、はい、例えば結婚式でのその二人の慣れ初めのシーンだったりだとか、はい、そうですねそういったこともできますね使い道が本当に無限にあってうんうんうん、であのやっぱり商品が。 難しい説明商品の説明が難しい商品紹介だったりとか、ええ、あと今おっしゃっていただいたようになれ初めとかを、はい、あの結婚式あ,のあげる際に見ていただくムービーですとかあとオンラインでしかできない方のメモリアルムービーとかですねたんお誕生日のお祝いとかあとはミュージシャンの方の PV ですとか、はい、あと子どもの成長とかペットの。 メモリアルムービーもできますしコロナ禍で大変な思いをされている方も多いので誰かを笑顔にしたいっていう思いから作っていただくこともできますなるほど、はい、なんかすごいこの時代において、はい、マキさんのやられてることって本当に素敵なことだな素敵な活動だななんていうふうにねあの話聞いて思いました、はい、ありがとうございます ありがとうございます。み、はい、さん、こんにちは。長岡市友会です。長岡市友会はですね。地域の文化を学びや遊びのコンテンツにする。を合言葉に。全く新しい活動を展開しております。まず。 2ヶ月に1度のペースで行われる「歴史トーク」では地域の歴史や文化についてセミナー方式の座学で学びますフィールドトリップといって歴史的な遺跡だとか博物館だとか普段なかなか学べないようなところで直接体験して学んでいきます遊びの部分では回し読み新聞などの知的な遊びを取り入れて学びを体験してもらってます 小さな子から大きな大人おじいちゃんまでできます。さまざまな分野で活動されている方が参加しておりますので、皆さんもぜひ一緒に参加して、我々と一緒にいろんなことを学んでいきましょう。待ってます。はい。さて、そんなマキさんなんですけれども、あの、はい、まあ今回ですね、ご紹介していただく。 新聞記事どんなものかちょっとご紹介いただけますか。あ、はい。えっとですね、新聞の記事の方が、はい。新聞の記事の方が、はい、えー、東京新聞のウェブ版で、ええ、笑顔の記事一覧っていうところにあった7月1日の17時の記事なんですけれど、はい、えっ、えと話した言葉をすぐ字幕に透明な板が会話を手助け。 えー、筑波大学生らが開発したものが市役所の窓口にあの使われることになったっていうものです。でこれは何かっていうと聴覚障害者とのコミュニケーションを円滑にしようと、えー、大学生の方がし新たな字幕システムを開発されました。 はい、で新型コロナの感染が続く中でマスク越しの会話っていうのがやっぱり一般の方にとっても不便だけれど字幕があれば助かるっていうことで筑波大学、はい、あ筑波市市役所の窓口にディスプレイを設置するっていうことになりましたなるほど、はい、なこれ、はい、ドラえもんの世界の話みたいですよね そうですねそのあの未来にドラえもんとかアニメとかなんかこんな感じかなみたいなそういう未来のイメージが本当にリアルになったようなそういうニュースだなと思って。透明のあのあよく えと飛沫防止でアクリル板っていうのいろんな場所に置かれてると思うんですけれど、はい、そこにこうライトで当たったようななんか白い光で文字が浮かび上がるようなものなんですね。で<え>その話した言葉がリアルタイムで映るっていうのがすごいなって思ってなんか6月に今年の6月に。 日本科学未来館で実験されたそうなんですねで、はい、聴覚障害者のことコミュニケーションを念頭において開発されたものなんですけれどそこであの実際に使っていただくことで障害者のグループの方が10組ほどツアーに参加されたんですけれどそ,の、うん、そういったこと以外にもあのいろんな方のお役に立てるようなツールとしてあの。 このニュースを見たときにいろいろそういう可能性もあ,り、うん、あるっていうことに気づいたっていうことも書かれてましたので「<ー>あの風の時代のボーダーレス」っていうのになっているなっていうことをすごい感じました。なるほど。これ、はい、例えばね今度まあ改良を進んで、はい、あの自動翻訳サービスと連携させて外国人がその市役所の窓口にはい。 の言葉でねなんか言ってきてそれが勝手に翻訳、うん、日本語に翻訳されて窓口の人に伝わるで窓口の人が話した内容をまたなんか翻訳されて伝わるっていう、うん、そうですよねすごいですよね本当にそういうふうになったら本当に便利だなっていうふうに思いますねすごい時代が来ましたね、うん、そうですね <laughs> なんかいろいろあれ聞きましたけどなんかあの海外の方は <A> ええと定年語がちょっとわかりにくいみたいで窓 <laughs> どろっこしいっていうか <laughs> そういったこともそういうストレスとかもなく、うん、話ができたらなんか解決される問題とかもいろいろありそうですよねそうですよねはい、はい、とても素敵な記事のご紹介ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございますはいさて今日はですね。 お絵かきムービークリエイターのマキハートさんから、本当にあのいろいろなお話をね、聞かせていただきました。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。マキハートさん、今日はお忙しい中、あの出演していただきまして、ありがとうございましたいい。こちらこそありがとうございました。はい。あの、今日で、実際に出演されてみて、いかがでしたか?。あ、はい。あの、初めて、ラジオの。 番組に出演させていただいたんですけれど、ええ、すごいあの人前で話すっていうことがあまり得意ではなかったんですけれど人とあのフリーランスになって人と会話するっていう機会が増えて皆さんいろんな仕事をされて一生懸命動かれているっていうことでそういったお話も湯本さんからお、ええ、あの聞かせていただいたりとかして。 すごい楽しかったです。ああ<ー>よかったです、はい。<laughs> はい。これがなんかたくさんの人に聞いてもらえるのかなっていうふうに思うとすごい嬉しいですね、話すのも。ありがとうなって思います。はい、なんかまたね、あの、まさんもっと伝えたいこと、はい、たくさんあると思いますので、はいの、近々またうちのラジオに出ていただければなと思ってますね。はい、ありがとうございます。 むしろあのレギュラーになっていただけないかなってちょっとっあすごいですねレギュラーっていうのははいいですか、はいはい、ありがとうございます <laughs> ぜひよろしくお願いしますありがとうございます、はいはい、今日はお絵かきムービークリエイターのマキハートさんをご紹介させていただきましたマキハートさんありがとうございましたはいありがとうございますこちらこそありがとうございましたよろしくお願いしますまたはい よろしくお願いいたします。